はい、皆さんこんにちは。今日も、元気いっぱい保護犬のプニューをとクーベルを紹介していきます。こっちが、今映しているのがトイプードルクーベル6歳オスです。で、もう手前に映ってる、あ、今映ってるのがトイプードルプニュー8歳メスです。どうぞよろしくお願いします。今日はね、ドッグランに2人を連れて行ったのをご紹介します。それでは行ってみましょう。はい、ね、プニュは何度か車に乗ってるんですけど、クーベルは車初なんですよね。初車ですね。まあ、うちに来るときはもちろんね、車乗ってたんですけど。はい、それでは出発でーす。もうね、プニュはね、車のドア開けたらね、ピュンと乗ってくるんですよ。もう、あ、行くみたいな感じで。あ、行く行くみたいな感じでね、すぐ乗ってくるんですけどね、クーベルはね、乗せようと思ってもね、ブルブル震えてというか、行かない行かないみたいな感じでね、抵抗してましたね。だから行くよっつって抱っこして乗せましたね。で、乗せて、まあ今はね、どっちもいい子にしてますけど、プニューはね、割と窓の外見るのが好きなんで、動いてるんです。この時はね、なんかいい子にしてましたね。クーベルも落ち着いてますね。いい感じで車に乗ってます。よかったよかったね。あ、プニュー動いたはい、うちではもうおなじみのドッグラン、ミヌマのドッグランにやってきました。クーベルはね、ドッグラン初っすね。初ドッグラン、やっぱね、初めてだからでしょうかね。全然ね、近くから動かないんでね、この妻の周りうろうろ、今ちょっと動いて、でもまた戻ってきてみたいなね。で、クンクン匂いを嗅いで、お、これはおしっこするかするか、うん、しそうだ、しない。その前にね、手前でしてたんでね、おしっこするかと思ったんですけど、しなかったですね。はい、で、ドッグランの良さはやっぱこうやってね、他のワンコとご挨拶できるところですよね。なかなかね、他のワンコと自由に関われること少ないんでね、ドッグランありがたいですね。で、うちは、犬保護団体リアンというところからワンコを一時保護してまして、里親さんを募集中です。なのでね、概要欄にリンク貼っておくので、里親やってもいいよっていう方はチェックしてみてください。で、ここからはまあ、ワンコのね、アテレコ、ワンコの気持ちを僕がね、ちょっと喋っていきたいと思います。ちょっとね、やってみますね。うーん、ドッグラン、へいへい、彼女、僕と遊ぼうぜ。やめてよ、ちょっと、私トイプードルなのよ。気高い犬種なんだから寄ってこないで。いいじゃんかよ、ちょっとだけだからさ、ちょっとだけお茶飲み飲み行こうぜ。やめてよ、ちょっと、いいじゃん彼女、たま、これも縁なんだからさ、ちょっと、もうちょっとだけ、ご挨拶だけだからね。あ、ちょっとあなた何するの、上に乗ろうとしたでしょ。信じられない、初めて会ったばっかりなのにこんなことするなんて本当に屈辱だわ。やめて、あっちに行ってよ。ね、ごめん、ちょっと調子乗っちゃっただけだからさ、本当にしょうがないんだから。ちょっと、やっぱりやだ、あなたのその態度、私好みじゃないのね。え、ちょっと、まあまあ、ちょっと話聞いてよ、ちょっとクーベル、話聞いてよ。あいついきなり私に乗ろうとしたの。うん、なんだって、ちょっとそれは困ったね。なんだい、君は男か、男には興味ねえんだよ。あ、よかった、あいつ男には興味ないんだった、僕男の子だったから。あ、よかった。ちょっとクーベル、本当にあいつ役に立たないんだから、もうパパ何とかしてよ、こいつ寄ってくるの。いいじゃん、ちょっとだけ。うん、僕はどうしたらいいんだろう、なんかプニュー困ってるけど、僕は何もしなくていいのかな。ちょっとパパ、まだあいつやってくるんだけど、ちょっと最悪、もう本当に、もう座っちゃうんだから。おい彼女、僕が追っ払ってあげるから、プニュー僕に任せて、僕がなんとか追っ払う。いや、あっち行け。お前なんで、お前なんだ、お前あっち行け。うん、どうだ、僕の方が強いんだからね、プニューは僕が守ったんだから。あいつなかなか使えるわね、クーベル。私のためにあれだけやってくれなんて、ちょっとドキドキしちゃう。まあ年下だけど。いい彼女。ちょっとクーベル、あいつまだ近くにいるんだけど、あんたなんとかしてよ。僕さっきはもうやったよ。もう本当に使えないんだから、やっぱりママが一番頼りになる、本当に。もう、はい、もう我ながらやりきりましたね。動画を撮ってると、こういう風にね、いろんなことを試行錯誤するんですよね。いろんなことをね、試行錯誤する中で、やっぱり自分が削られていくことを感じますよね。まあこれもね、保護犬のプニューとクーベルがね、素敵な里親さんと巡り合って、まあその後の人生ね、まあ人生というか、犬生というか、ワンコ生というかね、それが気持ちよく送れるためのね、まあ犠牲の一つですよね。
もしかしたら聞いた方は不快な思いをされたかもしれないけど、すいません本当に。まあそんな中でね、クーベルもだいぶ慣れてきてね、ドッグランで楽しく遊んでますね。よかったですね、やっぱり来た甲斐ありましたね。クーベル、まあ、プニューね、プニューはもう結構何回も来てるんでね、もうだいぶ自由に遊んでますけど、うん、まあプニューも楽しそうっすね。でこのどうしてもね、椅子の上に乗っちゃうんですよねで妻はね、やっぱ椅子の上はまあ、うん、下ろしたいみたいですね、下ろされてます。さっきのワンコまだ来てるんですよね、よっぽどプニューが気に入ったんでしょうかね、匂い嗅いでますね。でやっぱプニューまた乗っちゃうからね、妻が、うん、いや だからみたいなだから言ってんじゃんみたいなね、はい、下ろしてます。で結構ねこの日は平日だったんですけどね、何人か来てましたねワンコね。まあ散歩も楽しいんですけど、ドッグランってねやっぱ自由にリードなしで走れるんでいいですよね、楽しそうですよねプニューも。うん、このワンコだいぶうちのワンコに興味津々ですねずっと後追いかけてるんですよね、まあ不思議でしたね。はい、いつもね結構ドッグランは行ったらね、まあ30分ぐらいかなはいるんですけど、今日この日はね10分ぐらいで、なんかもうほらもうプニュー動かなくなっちゃって、なんかね飽きたのかな。うん、クーベルはまだちょっと楽しくね歩いてる、もうまあ、この日はもうこれぐらいでいいかということで、周りをお散歩して、帰る形にしましたね。まあいろんなとこ連れてってあげるといいかなと思ってなんか連れてきたんですけど、まあまあ楽しかったかなプニュー、うんうんうん、よかったね、楽しかったと思いますもう分かんないけどね、まあ楽しかったんだったらよかった。はい、突然ですがミラクルクイズ、何の音でしょう。パチパチパチ、じゃあ今から流れる音を聞いて何の音か当ててください。3、2、1。わかりましたか。正解はドルルッ、プニュがくしゃくしゃするおもちゃで遊んでいる音でしたこれはね難しかったんじゃないですかね。はい、これ分かった人はね相当犬好きですね、犬好きというかワンコ好きですね。これ正解したあなた、本当にあなた素晴らしい、ワンコの飼い主になる素質を持っている方です、もう自信持ってください。はい、というわけで、今回は以上です。またねいろんな動画出してくるんで、ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。